カリストは木星の第4位衛星である。ガニメデに次いで2番目に大きい木星の衛星であり、太陽系の衛星の中ではガニメデと土星最大の衛星タイタンに次ぐ3番目の大きさを持つ。太陽系の全天体の中でも水星に次いで12番目に大きい。また分化していないと思われる天体としては太陽系最大である。比較的明るい衛星で、 双眼鏡でも観察できる。カリストは1610年にガリレオ・ガリレイによって発見された。直径は4 8 2 1トルであり、惑星である彗星の99%の大きさであるが、質量は彗星の3分の1に過ぎない。ガリレオ衛星と呼ばれる木星の4大衛星の中では最も外側を公転しており、 軌道半径は188万3 0 0 0トルである。他の3つのガリレオ衛星の意を、エウロパ、ガニメデとは異なり軌道共鳴を起こしておらず、従って目立った超汐化熱も発生していない。カリストの時点はカリストの光天周期と同期しており、常に同じ半球を内側に向けている。そのため木星はカリストの空の常に同じ位置に留まって見える。 カリストの軌道は他の3つのガリレオ衛星より遠方にあるため、木星の主要な放射線体の外にあり、木星の磁気圏にはあまり影響を受けていない。カリストは岩石と氷がほぼ同量の素性を持っており、密度はおよそ1.83グラム毎立方センチメートルである。木星の主要な衛星の中では最も密度が低く、表面重力も小さい。 表面に分光学的に検出されている化合物は水氷、二酸化炭素、計算時を有機化合物である。ガリレオ探査機による探査ではカリストは小さい岩石の核を持つ可能性があり、また深さ 100km 以上に液体の水の内部界を持っている可能性があるとされた。カリストの表面は太陽系の天体の中で最も古く、表面は 多数の衝突クレーターに覆われている。プレートテクトニクスや火山活動などの活動は見られず、地質活動が発生した痕跡も見られない。表面の進化はほとんどが天体衝突によるクレーター形成によって占められていると考えられている。表面に見られる主要な地形は多重リング構造、様々な形状のクレーター、砂上に連なったクレーター、断崖、 産地と堆積物である。小さいスケールで見ると表面は変化があり、高地の頂上付近に輝く下の堆積物があり、その周囲を暗い物質で覆われた低地が囲む地形が見られる。これらの特徴は小さい地形が消化によって劣化した結果形成されたものだと考えられている。この考えは一般にカリストには小さい衝突クレーターが少なく、 それらの痕跡と考えられる多数の昇球が存在するという事実によって指示されている。地形の絶対的な年代は分かっていない。カリストは極めて薄い大気を持ち、素性は大部分が二酸化炭素で、おそらくは酸素分子を含む。またある程度はっきりした電離圏を持つ。カリストは形成直後の木星の周囲に存在したガスとダストからなる周惑星円盤の中で、 ゆっくりとした集積によって形成されたと考えられている。カリストのゆっくりとした集積と超積加熱がないことから内部で急速な分化が発生するのに十分な熱を得られなかった。形成直後に発生したカリスト内部でのゆっくりとした対流は部分的な分化を発生させ、さらに深さ100から 150km に内部界を形成し、 小さい岩石の核が形成された可能性がある。カリスト内部に海が存在する可能性があるということは、その内部に生命を保持している可能性も持つということである。しかしその可能性は、金融のエウロパに比べると低いと考えられている。これまでに、パイオニア10号と11号から、ガリレオやカシーニに至るまで、多数の探査機がカリストを観測している。 カリストでの放射線強度は低いため人類が将来的に木星系の探査を行う際に基地を建設する場所として最も適していると長い間考えられている。カリストは1610年1月7日にガリレオ・ガリレイがパドバ大学においてガリレオ式望遠鏡を用いて発見した。カリストとその他のガリレオ衛星であるガニメデ、イオと衛星の発見は 1610年3月の保守会の報告で発表された。1614年にシモン・マリウスが出版したムーンディス・ジョビリスの中で、マリウスはガリレオの発見より1週間前の1609年にイオとその他のガリレオ衛星を発見したと主張した。ガリレオはこの主張を疑い、マリウスのこの著作は盗作であるとして退りけた。マリウスの観測記録は ユリウス歴の1609年12月29日から始まっており、これはガリレオが用いていたグレゴリオ歴では1610年1月8日に当たる。ガリレオがマリウスより先に発見を発表していることから、ガリレオが発見者として記録されている。名称はキリシア神話に登場するゼウスの多数の愛人の一人、カリストーから付けられている。 カリストは乳兵の一人であり、狩料の女神であるアルテミスの従者であった。この名称はカリストが発見された直後に、ガリレオと同時期に衛星の発見主張をしたシモン・マリウスによって提案されたものである。マリウスのこの提案は、ヨハネス・ケップラーの助言に基づくものであった。しかし、ガリレオ衛星に与えられた名前は長い間、 一般には使用されず、再び使われるようになったのは20世紀半ばになってのことであった。初期の天文学の文献では、カリストはガリレオが用いた記法であるローマ数字を用いたジュピター4や、もしくは木星の4番目の衛星と呼ばれていた。科学的な記法では、カリストのという形容指摘用法の場合は、カラストウエン、もしくはカラスタンを用いる。 カリスト表面の主要な地形はギリシア神話や北欧神話および北極圏に住む諸民族の神話から名付けられた。現在ではバルハラ盆ンチのような多重リング構造を持つ大クレーターやカテナと呼ばれるクレーターチェーンなどもいくつか発見されている。なお、カリストに由来する小惑星カリストも存在するが綴りは異なる。カッシーニが撮影したカリストと 木星、エウロパの写真。カリストは木星の4つのガリレオ衛星の中では最も外側を公転している。軌道距離はおよそ188万キロメートルであり、木星自身の半径の26.3倍に相当する距離である。これは一つ内側を公転するガリレオ衛星であるガニメデの107万キロメートルと比べるとずっと遠方である。 他の3つのガリレオ衛星は平均運動共鳴を起こしているが、カリストは現在軌道共鳴を起こしておらず、また過去にも起こしていなかったと考えられる。他の大部分の規則衛星と同様に、カリストの時点も公転と同期を起こしている。カリストの1日の長さは、その公転周期と同じで16.7日である。軌道は非常にわずかな軌道離心率を持ち、軌道面は、 木星の赤道面からごくわずかに傾いている。この軌道離心率と軌道傾斜角は太陽や惑星の重力的な接動によって数百年のタイムスケールで純周期的な変動を起こしている。変化の幅はそれぞれ0.0072から0.0076と0.20から0.60度である。これらの軌道の変動により 赤道傾斜角は0.4から1.6度の間を変化する。カリストが他のガリレオ衛星とは力学的に孤立していることは、カリストは大きな潮積加熱を受けていないということを意味する。これは内部構造や進化に大きな影響を与える。木星からの距離が離れていることから、表面への木星の実機圏からの過電粒子の流束も比較的低く。 エウロパと比較すると300倍も低い。そのため他の3つのガリレオ衛星とは異なり、過電粒子による天体表面への影響もカリストにおいては比較的小さい。カリスト表面での放射線の水準は1日あたりおよそ0.1ミリシーベルトの曝露と等しく、これは地球の平均的な背景放射線の10倍以上高い値である地球、月とカリストの比較。 ガリレオが取得したクレーターの多い暗い平原の近赤外線スペクトルとアスガードクレーターのスペクトル。アスガード内部にはより多くの水氷が存在し、また岩石物質が少ないことが示されている。カリストの平均密度は1.83グラムマイ立方センチメートルであり、これは組成は岩石と水氷がほぼ半々で、 そこにアンモニアなどのいくらかの揮発性物質の氷を含んでいることを示唆している。全体の質量に占める氷の割合は49から55%である。カリストの岩石成分の実際の組成は明らかになっていないが、L 型や LL 型の普通コンドライトの組成に近く、H 型コンドライトよりも金属鉄が少なく、酸化鉄をより多く含む組成だと考えられている。 カリストの鉄とケイ素の質量比は0.9から1.3だが、太陽の蘇生比はおよそ1、8である。カリストの表面のアルベドはおよそ20%である。表面の蘇生はカリスト全体の蘇生とほぼ同じであると考えられている。近赤外線での分光観測では1.04,1.25,1.5,2.0,3.0メートルの波長で、 水氷による吸収があることが明らかになっている。水氷はカリストの表面に普遍的に存在していると思われており、その質量比は25から50%である。探査機がリレオと地上望遠鏡による高分散の近赤外線と紫外線スペクトルの観測からは氷以外の様々な物質の存在も明らかになっている。検出が報告されている物質には、 マグネシウムや鉄を含んだ、計算塩水や獲物、二酸化炭素、二酸化用であり、また、アンモニアと多数の有機化合物も存在する、可能性が報告されている。スペクトルデータからは、カリストの表面は、小さいスケールでは、極めて一様であることが示唆されている。純粋な水の氷からなる、小さく明るい反転が、岩石と氷の混合物からなる領域と氷では、 内部質からなる広がった暗い領域の中に混在している。カリストの表面は非対称的である。先行半球は後行半球よりも暗い色をしている。これは他のガリリオ衛星とは逆の特徴である。カリストの後行半球は二酸化炭素が豊富であり、一方で先行半球は二酸化黄がより豊富なように思われる。 ロフンクレーターなどの多くの新しいクレーターはに酸化炭素が豊富に存在している。全体としては、表面の化学組成、特に暗い領域では、炭素質の表面を持っている D 型小惑星のものと近いと考えられている。カリストの内部構造のモデル。表面の氷の層、存在する可能性のある液体の水の層と、氷と岩石からなる内部が描かれている。 カリストの荒れた表面は厚さ80から1 5 0トルの冷たく硬い氷のリソスフェアの上にある。木星とその衛星周りの磁場の観測からは近くの下には深さ150から2 0 0トルの塩分の多い海が存在する可能性が示唆されている。カリストは木星の変化する背景磁場に対して完全胴体の玉のように振る舞うことが発見されている。 すなわち磁場はカリストの内部を貫くことはできておらず、厚さが少なくとも1 0トルは、ある非常に導電性の高い液体の層が存在することを示唆している。もし水が最大で質量の5%の少量のアンモニアや不等液の役割を果たす物質を含んでいた場合、内部界の存在はさらに確実なものとなる。この場合、水と氷の層の厚さは、 最大で250から3 0 0トルになる。海が存在しなかった場合、氷のリソスフェアは、幾分か分厚いものになり、最大でおよそ3 0 0トルになる。リソスフェアおよび仮設上の海の下では、カリストの内部は、完全に均一ではないが目立った変化があるわけでも、ないと考えられる。ガリレオのデータでは、 カリストの完成モーメントとして0.3549プラスマイナス0.0042という値が得られている。この数値はカリストの内部は圧縮された岩石と氷でできており成分の部分的な沈降のため深くなるに従って岩石の割合が多くなるという内部構造を持つことを示唆している。言い換えればカリストは部分的にしか分化していないということである。密度と 完成モーメントの値は、カリストの中心部に小さい岩石角が存在するという考えと矛盾しない。この角の半径は 600km を超えず、密度は3.1から3 6 g 毎立方センチメートルであると考えられる。カリストの内部構造は完全に分化していると考えられる。ガニメデの内部構造とは対照的である。 探査機ガリレオが撮影したカリストのクレーター平原。かつてのカリストの表面は太陽系内で最も衝突クレーターが多いものの一つであった。実際に表面のクレーター密度は飽和状態に近く新しいクレーターが形成されるたびにそれによって古いクレーターが消えるという傾向にある。大スケールでの地質は比較的単純であり大きな山脈や火山。 その他の内因性の地殻変動の特徴はカリストには見られない。表面に見られる唯一の大きな地形は、破砕と断崖と堆積物を伴った衝突クレーターと多重リング構造であるカリストの表面は地質学的に異なる複数の領域に分割できる。クレーター平原、明るい平原、明るい滑らかな平原と暗く滑らかな平原。 特徴的な多重リング構造と衝突クレーターを伴った構造である。クレーター平原は表面の大部分を覆っており、氷と岩石の混合物からなる古いリソスフェアからなっている。明るい平原はブルやロフンといった明るい衝突クレーターやパリンプセストと呼ばれる古い大きなクレーターの残部、多重リング構造の中心部、 クレーター平原の中に孤立した領域からなる。これらの明るい平原は氷主体の衝突体積物だと考えられる。明るい、滑らかな平原はカリスト表面の小さい割合を占めており、バルハラやアスガードといった構造の円や溝に見られ、また、クレーター平原の中に孤立した反転としても見られる。これらの地形は衛星の内部活動と関連していると考えられて、 いたが、ガリレオによる高分解能の画像ではこれらの領域は大規模に破壊された古ブ状の地形と関連しており、また表面が再形成されたことを示す、いかなる証拠も見られなかった。ガリレオの画像では小さく暗い滑らかな領域の全面積は1万平方キロメートル以下であることが明らかになり、また周囲の地形を取り囲むように分布していることが明らかになった。 これらは氷火山の堆積物であるかもしれない。明るい平原といくつかの滑らかな平原は比較的若く、周囲のクレーター平原と比べるとクレーターの個数が少ない。中央級を持った衝突クレーターの春。右上にある新しいクレーターのティンドル形成時に作られた砂上に連なる二次クレーターが地形を横切っている。カリストに見られるクレーターの大きさは 解像度の限界である直径 0.1km のものから多重リング構造を除くと 100km を超えるものまで存在する。直径が 5km 以下の小さいクレーターは単純なお椀状の構造か、そこが平坦な形状を持つ。5から 40km のものは一般に中央級を持つ。直径が25から 100km になる大きな衝突クレーターの場合、 ティンドルクレーターのように中央級の代わりに中心部には穴が見られる。直径が 60km を超える最大級のクレーターは中心にドーム状の地形を持つものがあり、これはクレーター形成後の構造流起によって形成されたものであると考えられている。このような構造を持つクレーターとしてドフやハルクレーターがある。直径が 100km を超える数少ない非常に 大きなクレーターと明るい衝突クレーターは異様なドーム状の構造を持つ。これらは異様に浅い構造をしており、ロフンクレーターのように多重リング構造への繊維の途中であると考えられる。カリストのクレーターは月に見られるものよりも一般に浅い。ボイジャー1号が撮影した多重リング構造を持つクレーターのバルハラ。直径は 3800km に及ぶ。 カリストの表面に見られる最も大きい衝突地形は多重リング構造である。特に大きなものは2つある。バルハラが最も大きく、直径が 600km の明るい中央の領域と中心から 1800km の距離にまで広がった感情の構造を持つ。2番目に大きいものはアスガードであり、直径は 1600km と測定されている。 多重リング構造はおそらく天体衝突後に柔らかい物質やあるいは海などの液体の物質の上に横たわるリソスフェアにおける同心炎上の破壊が発生したことによって形成されたと考えられている。連鎖クレーターは表面を直線上に横切る長い砂上に連なったクレーターでありゴムル連鎖クレーターなどが代表例である。これらはカリストに衝突する前に 木星に接近したのに伴って、超積力で破壊された天体によって形成されたか、あるいは非常に浅い角度で表面に天体衝突が発生したかで形成されたと考えられている。木星への接近に伴う天体の破壊現象としては、シューメーカーレビ第9彗星が有名である。表面にはアルベドが80%程度の純粋な水氷の小さい反転状の領域が見られ、 この地形はより暗い物質で囲まれている。ガディレオによる高分解能の画像では明るい領域は大部分はクレーター円や断層、尾根やコブ状の地形の標高の高い部分に見られることが分かっている。これらは薄い水氷の島の堆積物である可能性がある。暗い物質は一般に明るい領域を取り囲むように存在する低地に見られ平坦な見た目をしている。 これらはしばしばクレーターの底部やクレーター間の窪地に差し渡しが最大 5km の領域を形成している。右側の2つの大きなクレーターの底部の右側に長さ3から 3.5km の地滑りが見られる。キロメートルを下回るサイズでのカリストの表面はその他の氷主体のガリレオ衛星と比べてより劣化が進んでいる。 例えば、ガニメデの暗い平原と比較すると、カリストには直径が 1km 以下の小さいクレーターが少ない。小さいクレーターの代わりに、表面には小さいコブや穴状の地形が普遍的に存在している。このコブ状の地形は、劣化したクレーター円の残余物であると考えられているが、その形成過程は明らかになっていない。もっともらしい仮説としては、氷の ゆっくりとした消火によるという過程が提案されている。氷は165系程度で消火でき、この温度は太陽直下点で実現可能である。基板岩である汚れた氷からの水やその他の揮発性物質の消火は基板の分解を引き起こす。氷以外の残余物はクレーター壁の斜面から崩れ落ちる岩屑なだれを形成する。 このような雪崩は衝突クレーターの付近や内部でしばしば観測されデブリエプロンズと呼ばれている。クレーター壁はしばしばガリーズと呼ばれる曲がった谷状の構造によって区切られており、これは火星表面に見られる地形と類似している。氷の消化仮説では低地にある暗い物質はかつての氷ではない物質であると解釈されており、これは 元々は劣化したクレーター園で氷主体の基盤に覆われたものである。カリストに見られることなる特性を持つ領域の相対的な年齢はクレーター密度から決定することができる。古い表面ほど多数のクレーターが見られる。絶対的な年代の調査は行われていないものの、理論的な予測に基づくとクレーター平原の年齢は45億歳であると考えられており、 形成年代はほぼ太陽系の形成にまで遡る。多重リング構造や衝突クレーターの年齢はクレーター形成率として採用する値に依存しており、異なる研究者等によって10億年から40億年までの異なる年齢が算出されている。カリスト周囲の誘導事情。カリストは二酸化炭素からなる極めて希薄な大気を持つ。この大気はガリレオの 近赤外線地図化分光器によって4.2メートル波長付近での吸収という形で検出された。表面気圧は0.75パスカル、粒子密度は408センチメートルマイナス3と推定されている。この薄い大気はわずか4日程度で失われてしまうため、おそらくはカリストの氷の近くからの二酸化炭素のゆっくりとした消化によって継続的に供給されているはずである。 これは表面のコブ状の地形の形成メカニズムとして提案されている消化による地形の劣化という仮説とも一致するものである。カリストの電離圏はガリレオのフライバイの際に初めて検出された。検出された電子密度は 104cm-3 であり、これは大気中の二酸化炭素の光電離だけでは説明ができない値であった。そのため、 カリストの大気は酸素分子が主要な成分であり、二酸化炭素の10から100倍程度の酸素分子が存在するのではないかと疑われた時期もあった。しかし酸素はカリストの大気中からはまだ直接検出されていない。ハップル宇宙望遠鏡を用いた観測では酸素が検出されなかったことから大気中の酸素濃度に上限値が与えられた。 この上限値は電力圏の測定結果と矛盾しないものである。この時同時にハッブル宇宙望遠鏡はカリスト表面にとらわれている凝縮した酸素を検出している。2001年のハッブル宇宙望遠鏡の観測データの最近の解析からカリストの大気中に水素原子も検出されている。2001年12月15日と24日に撮影された。 分光観測の画像が再解析され、水素コロナの存在を示唆する、かすかな散乱光の存在が明らかになった。カリストの水素コロナにおける、太陽光の散乱光の明るさは、先行半球を観測している際はおよそ2倍明るくなった。しかしこの先行半球と後光,光半球での明るさの違いは、地球の周囲にある、地球コロナによる現行によって引き起こされている。 可能性が高いとされている。カリストの完成モーメントの測定値からは、この天体の内部は部分的にしか分化していないことが示唆されており、内部の氷成分を溶融させるだけの十分な加熱は発生しなかったことを意味している。従って、低密度の木星周囲の周惑星円盤の中で、ゆっくりとした集積過程で形成されたというのが、最もらしい仮説である。 集積過程が長い場合、天体衝突や放射性物質の崩壊熱や収縮による熱の蓄積に冷却が追いつくことができ、そのため内部が溶けて急速に分化するのを防ぐことができる。これを実現可能なカリストの形成タイムスケールは10万年から1000万年とされている。溶融した氷のコブと大部分が溶けた氷のコブの画像。コブの高さはおよそ100メートル。 過去の天体衝突の分集つぶるから形成されたと考えられる。収積後のカリストのさらなる進化は放射性物質の崩壊による加熱と表面付近での熱伝導による冷却、内部の固体もしくは純固体の対流による冷却の釣り合いによって決まる。氷の純固体の対流の詳細は全ての氷衛星の理論モデルにおける主要な不確定要素となっている。 氷の粘性の温度依存性があるため、温度が融点に十分近い場合は、対流が発達することは知られている。氷天体の内部での純固体の対流は、氷の運動は1年あたり1センチメートルのオーダーというゆっくりとしたプロセスではあるが、長い時間スケールで見た場合は、非常に効率的な冷却メカニズムとして働く。カリストでは、 スタグナントリッド状態と呼ばれる対流が発生していたと考えられる。これは表面付近では対流を起こさない冷たく硬い外装が熱伝導で熱を伝え一方で内部では純固体状態で対流を起こしているというものである。カリストでは外装の電熱層は厚さがおよそ 100km の冷たく硬いリソスフェアに相当する。この仮説はカリストの表面に いかなる内部活動の痕跡が見られないという事実を説明できる。カリストの内部では圧力が非常に高い状態であり、氷は表面付近の氷合いから中心付近での氷セブンまで異なる結晶症で存在すると考えられる。そのため対流は相乗に発生していたと考えられている。カリスト内部での初期の純固体対流は大規模な氷の余裕を妨げ、 また大きな岩石核と氷マントルに分化するのを妨げた。しかしこの対流過程によって、カリスト内部では数十億年の時間スケールで岩石と氷のゆっくりとした部分的な分離と分化が起きており、これは現在でも継続している可能性がある。現在のカリストの進化に関する理解では、内部には液体の水からなる層や海が存在する可能性があるとされている。 これは氷合い融点の得意な振る舞いと関連しており、この結晶症では、融点は圧力が上がるほど減少する。そのため207波での融点は251、k 程度となる。カリスト内部のすべての現実的な理論モデルでは、カリストの地下100から 200km の深さでは、温度は、この得意な融点に非常に近いか、あるいはわずかに上回る。 質量比で1から2%程度の少量のアンモニアが存在するだけでアンモニアが有点をさらに下げる効果によって液体の存在はさらに確実なものになる。カリストの全体の特徴はガニメデに非常に似ているものの地質学的な歴史はガニメデよりもずっと単純であったように思われる。表面は大部分は衝突やその他の外的要因によって形作られている。 表面に溝を持っているガニメデとは異なり、カリストの表面には、プレートテクトニクスなどの地質活動の痕跡は、ほとんど見られない。このガニメデとの間の内部構造やその後の文化、地質活動の大きな違いは、ガニメデはずっと大きな超石加熱を経験したこと、そして、高機重爆撃機の最中にガニメデはより多数の、 高エネルギーの天体衝突にさらされたことに原因があると考えられている。カリストの比較的単純な地質学的歴史は、他のより活発で複雑な経緯を持つ天体と比較を行うための基準を惑星科学者に与えている。カリストの内部界には生命が存在しうるとの推測がある。エウロパヤガニメで土星の衛星エンケラドゥス、ミマス、ディオネイアタイタンと同様に、 存在が仮定されている内部海はおそらく塩水だろうと考えられる。内部海では高塩菌が繁殖できる可能性がある。エウロパやガニメデと同様にカリスト地下の塩分の多い海には生命が存在可能な条件や地球外微生物生命体さえも存在しているという考えも提起されている。しかし生命が存在するのに必要な環境の条件は エウロパと比較するとかリストは劣っているとされる。この主な原因は岩石成分との接触がないこととカリスト内部からの熱流束が低いという点である。科学者のトレンス・ジョンソンは他のガリレオ衛星に生命が存在する可能性とかリストでの可能性を比較して以下のように述べている。私たちが全生物科学と呼んでいる生命のための基本的な 成分は水星や小惑星、氷衛星のような多くの太陽系内天体に豊富に存在する。生物学者は現実に生命を支えるのに必要なのは液体の水とエネルギーであると信じているため液体の水があるかもしれない別の場所を探すのはエキサイティングなことである。しかしエネルギーは別の問題であり、 そして現在、カリストの海は放射性元素で温められているのみで、あるのに対し、エウロパは木星にずっと近いために、超汐エネルギーによっても温められている。蒸気の考察や、その他の科学的な観測に基づくと、すべての木星の衛星の中で、エウロパが微生物が存在している、可能性が最も高いと考えられている。1970年代のパイオニア10号及び、 パイオニア11号の木星への接近により、地上からの観測ですでに分かっていたことに比べて、いくらかのカリストの新しい情報を得ることができた。実際のブレークスルーは1979年のボイジャー1号とボイジャー2号のフライバイの後にもたらされた。このフライバイにより、1から2キロメートルの分解能で、カリストの半分以上の表面が撮影され、また温度や質量を、 形状が精密に測定された。その次の探査は、ガリレオ探査機による1994年から2003年にかけての探査である。この際ガリレオはカリストと8回にわたって近接遭遇し、2001年の C30 軌道での最後のフライバイでは表面から1 3 8トルにまで接近した。ガリレオはカリストの全表面を撮影し、 最も良いものでは15メートルの解像度で多数の画像を地球に送信した。2000年には土星探査機かーニが土星に向かう途上でカリストを含むガリレオ衛星の高品質の赤外線スペクトルを取得した。2007年2月から3月にかけてニューホライズンズが冥王星に向かう途中にカリストの新しい画像とスペクトルを得ている。 木星系への次の探査ミッションとしては、ジュノーとジュースがある。ジュノーは、木星の観測に主眼を置いているものの、欧州宇宙機関によるジュースでは、ミッションの期間中に数回のカリストへのフライバイが予定されている。ジュースは2022年の打ち上げが予定されている。2020年に打ち上げが計画されていた、アメリカ航空宇宙局と欧州宇宙機関が共同で、 提案していたイジザムという木製の衛星の探査計画があった。2009年には NASA とエサはイジザムをタイ探査ターンシステムミッションよりも高い優先度に位置づけた。しかしエサにおいて本計画は依然として他のエサの計画との資金面での競合に直面している。イジザムは NASA が主導するエウロパ周回機のジュピターヨーロッパオービターと エサが主導するガニメデ周回機のジュピター、ガニメデオービターからなり、日本の宇宙航空研究開発機構が主導するジュピターマグニートスフェリックオービターが加わる可能性もあった。カリストの基地の創造図。2003年に NASA はホープと呼ばれる概念的な研究を開始した。これは将来的な人類の外部対応経営の探査を念頭に置いたものである。 このターゲットとして考慮されたのがカリストであった。この研究では、太陽系のさらなる探査のために、カリストの表面にロケットエンジンの推進材を生産するための基地を建設することを提案している。カリスト表面に基地を建設することの利点は、木星から離れているために放射線が弱いこと、そして地質学的に安定であることが挙げられている。このような基地は、 エウロパの遠隔探査を容易にしたり、あるいはカリストを出発した後に木星との近接遭遇によってスイングバイを行い、太陽系のさらに外部へと向かう宇宙船の中継地点としての役割を果たしたりするのに適した場所である。2003年には NASA はカリストへの有人飛行は2040年代には可能になるだろうとの報告をしている。ありがとうございます。